当たりがあった、ワーメンしようかな。やべやべやべ、貸して貸して貸して、あ、こう、貸して、あー、あれや、あ、やっちゃった、焦って焦って、僕のロット、僕のロットを投げ捨てたやばい、リール沈んだ、リード沈むとやばいですかね、海水に。やばい。スプールを落としちゃう、私見に。ちょっとテンパっちゃった。スプールエッジが曲がってしまった。今、投げ心地を試したんだけど、まあ、そんなに影響なく。いけないよ。今日あの海水で落としちゃったじゃないですか。うん、綺麗なキャスティングの後にどういう風に応急処置をしたか、まあ、とりあえず水道があったからそのまま持ってって、まあ、海水に落ちたような状況と同じような感じで溜めた水に入れてガチャガチャガチャって振って、その時ドラッグとか締めたりとか、まあ、もともとガチに出てしまってる、あ、しまったから、うん、でその状態で家に来たって感じですね、うん、手術開始、いい感じでいい、こういう部品がこうですよね、ワッシャー、ワッシャー、ハンドワッシャー、これドラムのワッシャーみたいな感じですね、これズーム、チリオンティータス、スプーンと、気をつけないとここで部品が飛んでっちゃうからね、うわぁ、すげぇ、水とか入ってます、ほら、入ってる、こういう部品なくしちゃうから、グレープとかメーカーによってね、いろんな形が、ハンとかね、錆びないように、まあ関係、一応こう錆びないようにつけてるだけだから、ここにベアリングがあるから一応ここに拭いとくことしようと、でこれはこれはマグシードベアリングだから、これいじっちゃダメなんだよ、でこのローラークラッチがあるんだけど、この部品やっぱすごい大切だからね、これハンドルが逆回転しないんですよ、一方向にしか回らないようになってるやつね、これはあれか、錆びないようにこれ拭いとくか、綿棒で洗って、これ何回かやる、この中にもベアリング入ってるんだよね、こんな、あー、そうね、なんかギリギリ入ったからね、あったあった、こっちの方に、あ、
全てのパーツをもうネジ1本単位で全部バラして、うん、パーツクリーナーで洗って乾かしてグリスアップして元に戻すっていうのが本当は一番いいんだけど、まあ、今日は簡単に簡易的でもねえなこれこうまでやったら錆びそうなとこは全部こうちょっと多めに吹っかけてで綿棒で取るとで、まあ、中を洗っていくとレベルワインド、レベルワインドかけて回してレベルワインドはグリスではないんですね。本当はグリス、あ本当はでも塩水入っちゃったからちょっとこのオイルで塩水を溶かしてオイル取ってからグリスだね、うん、さてここから部品を洗っていこう。丁寧に水気取んなきゃ、ピッカピカじゃないですか。新品になったでしょ。さあ次はベアリングを掃除するか。このベアリングを押さえてるこの針金ね、これこういう細かいところも多分海水入ってるから、はい、拭いといて出してでこうやってオイルこうやるとベアリングの中にオイル入ってるから、はい、こうやってやって洗ってくる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 回してで出してそれを何度も繰り返す、あとはベアリングを洗うかまとめて、とオイルが完全に抜けるとあの抵抗なくなって すげえ回るんだ、くるくるくる、オイルで内部がベアリングがこう湿ってる時っていうのはあんま回んないじゃん、うん、今オイルが抜けてる状態すごいよく回ると思うんだね。液をしっかりこう振ってまああとはもうグリスアップしながら組み上げていけばいいのかなと。たくさんオイルあった方がいいね。で余分なのちょっと拭き取る感じで。ミニ四駆の匂いがしますね。うん、懐かしい匂い。今これ紙やったの。はい。バネも海水かぶって感じ。穴ぼこにもグリスを入れる。これが難しいんだよな。それは何のパーツなんでしょうか。これあのリールをあの岩にぶつけた時にリールに傷つかないとする部品なんだけど、これこの部品なくすんだ。これうわわわちっちゃ。それは輪っかゴムなんですか。これは多分クッションゴムかなんかな。ここあー微妙な難しいでしょ、うん、ここだな うん、これがあるからぶつけてもこれガードになるわけ。これを維持したままこれくっつけなくちゃなんだ。これが難しいって。来たつもりが。このクッション入れて、O になるよね。あ、O か。うん。これで、これでいったかな。いった。緩まないように。うん。滑らかになったよ、これ。要は、海水に使っちゃうと、こんなにもめんどくさいってことだよね。うん、そう。海に落としたくないですね本当はもう1日乾かしようよね、ベアリングも。
あ、慌ててあのオイル入れちゃったけど、うん、まあ、海水に浸かったままいればマシかなって、うん、ちょっと濁りひどいね、うん、あっちこも あっちも釣りしてるんだ。いや、俺これ回転沈むとこだった。でも結構浮いてるもんなんですね。ふくわって浮いてましたよね。いやー焦った。大切なリールを回転沈めちゃって。そうですよね、リールの自己紹介したばっかりなのに。